ことできたらいいよねっていう話をずっとしてて、そうそうそう、知り合ったのがもう1年半は絶対経ってますよ、ね、夏だったもんね、うん、確かそう2年ぐらい2年ぐらい経ってるかもしれない。そうなんですよ、知り合ったのは最近なんですね。そうなんですよ、なんかね、昔から知り合ってるのかなって思ってたら、世代的にはね、仕事としてはその当時やってないんですよ、多分共通ないですよね、多分会えてない。そうですよね、うん、え、ミュージックステーションとかで会ってない、会ってない、会ってない、挨拶したっていうあれがないもんね、ないですね、お互いにね、テレビで見てたって感じです、私はだから、私も一方的に誠ちゃんを知ってた、あ、モブスだみたいな、私もあいつさんだって言って普通にテレビで見てて、うん、なんでその2年前にお互いの共通 の、 あの私あの久米選手道さんっていうところで今もちょっとお仕事ご一緒させていただいてるんですけど、うん、その方が主催したなんかあのキャラクターの、ゆるキャラみたいななんかを選ぶ、うん、そういうなんかあったんですよ、番組というか企画が、うん、その時にご一緒して、うんうん、そっからですよね、うん、そう、で令和になってからなんですね、じゃあね、全然だから2年前とかです、かです、え、それはヘナギさんは知ってました、もちろん、あ、知ってたんですね、だからだよ、だから小川さん、あいつさん呼べないんですかってめっちゃ私言われてたもん、あ、そうやった、そう、会いたがってたから、まあ、はい、聞いてますよ、聞いてます、はい、ありがとうございます、どうも、あんま目見てる、ね、あ、これ、出ましたね、あの本当の、あのめちゃくちゃ、あのプロデューサーでもあり、もともとはめちゃくちゃアイドルオタクなんですよ、うん、で、アニメとかも好きだし、うん、それで多分本当にガチで応援してたんで、僕は、頑張ってヒルズパン工場のチケットいっぱい取ってました。うそー、リナ祭りほとんど行ってます。え、本当です。ガチじゃないですか。ガチですよ。だから気をつけてください。ヒルズパン工場とかめっちゃガチじゃないですか。ヒルズパン工場のチケット取れなかったんですよ、当時ね。そう、あ、当時はね。ヒルズパン工場をぎゅうぎゅうに人がいて、その人の上を歩いてました。はい、ライブハウスがね、はい、事務所の下にライブハウスがあったんですよ、当時。へえ。事務所の地下が、だから上で作業してて、地下に降りていって歌えるっていう、アーティストにとったらもう本当に大変。それが心配に、心配にあるんだ。それがね、なるほど、結構月1ぐらいありましたね、と。あったよねー。いや、だから、あの、ヘナギさんがこういう会は、はい、もう毎回の恒例なんですけど、はい、もし何か思い出話をしてて、あれなんだっけなってなった時、ヘナギさんに聞くと、あ、全部僕の詳しい。ウィキペディアぐらい詳しいんで。そうですね。小川さんと愛知さんは活躍してた時期がちょっとずれてるので、多分合ってないですね。なるほど。はあ、そうなんだ。ちょっと2、3年ずれてるっす。そうなんだ。小川さんがめっちゃ出てた時期と、愛知さんが出てた時期がちょっとずれてます。だからですよね、多分私はテレビで一方的に見てて、私もテレビで一方的に見てて、だから2年前にお会いした時に、ああ、愛知さんと一緒だと思って、どういう風に喋ったらいい、先輩じゃないですか、だからどういう風に接したらいいのかなって、ちょっと最初ちょっと不安だったんです、初めましての時。全然けどめっちゃ優しくてびっくりです。だってもうお話上手やもん、誠ちゃん。びっくりした。何をおっしゃいますか。さすが。何をおっしゃいますか。回し方すげーって思って、なんか見習わなーって思って帰ったもん。私回してました、あの時。回してましたっけ。いや、小川さんは結構知らず知らずぶん回してますよ。はい、ぶん回してる。もう達也さんぐる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 回してたよ。結構ぶん回してますよ。どうなんですか、2人で初めてお会いした時の、なんかそのさっきね、あの、相内さんがおっしゃってくださったの。すごい、まあ、ぶん回したみたいな。小川さんの第一印象っていうか、優しいってありましたけど。いや、私だから、あの、やっぱ一線活躍されてる方だし、その先輩だし、やっぱ、あと、なんか勝手にですけど、やっぱ関西で、なんかちょっと強めな印象というか、わかんないですけど。あるよねー。から、なんか、あの、あれ、なんかクールな感じの人を勝手に想像してて、はい、あ、でもそれちょっとわかります、ね、なんか、はい、だからあんま口数少なめで、あ、よろしくお願いしますぐらいなのかなって思ってたら、うん、めっちゃもうなんかそんなにそなんか優しくしなくてもいいんですよっていうぐらい優しくて、本当裏表がないというか、ずっとこの感じですよ、ずっとこの感じで、でその LINE とかもその初めましての時に交換させていただいたんですけど、その LINE のやり取りとかも本当に気さくで、なんかもう先輩なのになんか同じレベルに落ちてきてくれるというか、すごい優しいんですよ。オタクのヘナギさん的にはどうなんですか、その相内さんを見てた状態と今日お会いしてるじゃないですか、そのまんまなんで、あ、変わらないんですね、印象すごい分かりやすいんですよ。だから逆にそ
ツンツンしたイメージなんか全くないから、よく喋ってウェ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 って、そっか、その当時からライブ知ってると変わってないってこと、MC 長えなみたいな、よく喋る、さすが、すごい、先歌、早く歌、次の歌はまだかな、落ちないねんな、落ちないです、ダラダラダラ、佐田まさしさんか相内里奈さんかみたいな、ダラダラ、すごいっすね、あ、そうなんですね、やっぱ喋るのも好きで、そう好きで、ついついね、最高じゃないですか、ファンからしたらめっちゃハッピーじゃないですか、まあ、歌をずっと歌ってくれるのもやっぱね、ファンとしては嬉しいですけど、たまにはそういうなんかトークも聞きたいじゃないですか、普段どうなのかなとか、いいから曲やれあ、オタクがそうなんだ、わかるわ、そっち派なんだ、そう、すごいライブの時間がむっちゃ長くなってんねんな、あ、押しても怒られないんですか、押してもすっごいマネージャーからイヤモニの中に巻いてください巻いてください、もう時間ですって、すっごい当時からイヤモニにすごい言われてたんだけど、うん、まあいいやみたいな、何分ぐらい押すんですか1時間ぐらい押して、おかげで2回ぐらい終電逃して、僕当時岡山県とか兵庫県に住んでたので帰れないじゃん、帰れなかったことが2回ぐらい満喫で大学朝まで、もうそんな大学生の時、これがリアルな声ですよ、お客さんのリアルな声時間はすごいわ、その10分とかは許容範囲じゃないですか、10分15分のありましたね、1時間は先輩押しすぎですよ、すいませんすいません、あのアンコール見ずに帰るみたいな、あの最初にやっぱ1時間押す可能性があるという告知を入れていただかないと、やっぱひどいね、うん、それはちょっとお客さんに帰りのあれチケットが当てになるからね、ひどいね、ずっとバンドメンバーとか喋ってるから、ひどいね実際に見に行った人じゃないとね、いや、いいですかね、確かに楽しいですけどね、それも含めてあゆきさんのライブということですね、もう10年経ってあのちょっとまだ治ってないところがあるので直していきたいと思います、そのままで大丈夫です、直さなくていいと思います、10年そう来たならば、もう、まあ、あのもしかしたらですよ、もしかしたら相内さんを初めて見るという方もそうですね、このチャンネルいるかもいますいますかもしれないということで、若い世代も見てくれてますから、うん、はい、まずやっぱりデビューからのこの心境とか、うん、はい、きっかけとかなんかそういうのも聞いていきたいなと、確かに、なんか小川さんがあの生配信で年表作ってるじゃないですか、あ、はいはいはい、そうなの、はい、そうなんですよ、その5年間の自分の年表あるんですけど、ファーさんは一番最初デビューのきっかけっていうのはざっくり言うとどういう感じ、ざっくり言うと友達のプッシュ、はい、派遣なんですか、歌うの好きだった、大好き で、うん、でめちゃくちゃ当時高校生でカラオケボックスに行くのが流行ってて、で土日になると友達とカラオケボックス行くでしょ、うん、でなんとなくこううまいうまいとかじゃなくって、その親友の言った言葉が声聞いてると安心する、あ、なるほど、そうだから歌ってって言われることも多くなって、なんかすごいバラードを歌わされるので、はいはい、聞くたびに癒されるわって言われて、はい、え、私の歌声って癒されるのみたいな、へえ、そうなんすか、そうだからそこから歌が好きから、あ、誰かを癒すような歌を歌えるような歌手になれたらいいなっていう意識にそこで変わって、え、なんかその養成所とか、うん、なんか事務所にもともとスクールに入っててとかじゃなくて、もうこう野から行ったんですね、うん、すごい野生から行ったの、ね、野生から行った、それすげえ、じゃあボイトレとかも独学っていうか、そう、独学で後々デビューしなきゃだから行こうみたいな、全部後付けだから、最初その気になっちゃってるから自分でカセットテープであの何吹き込んで、いろんな ABEX さんだったりライジングさんだったり家からこうやって送って、誰の推薦もなく、すっげえすごいですよね、それはすごいっすね、で朝やん、はいはい、だからそれこそモーニング娘。のオーディション受けてた、あ、そうなんですか、ええ、その一番オリジナルのオリジナルの時、本当にモームスっていうのがまだ何もついてない時で、とにかくツイクサプロジェクトが立ち上がるっていうのを見て、ロックボーカル、あ、だから平家さんが選ばれたあのオーディション、そう、平家さんが選ばれたあのオーディションからもうやってたんですか、全然受けてて、直属の先輩じゃないですか直属の先輩ですよ、だからもしかしたら同じ一緒にモームスをやってたかもしれないですけど、いや一人で良かったじゃないですか一人で良かったってこともないですよ、一人で売れてんだからグループで、いやいや、グループで売れるのも素敵ですから、まあ、確かにモームスとして ね、出るのも素敵、もうあの時すごかったでしょ、ね、これはヘナギさん初めて聞いたんじゃない、うわーオタクとしては感激する、すごい、まあ、考えさせられますねえ、だから落ちちゃったの、だからあの1次受かって2次で落ちちゃったの、
へえ。でそんなこんなしながらクラブで歌えるようになったり、そのボイトレの先生紹介してほしいって美容室の人に聞いてみたりとかして、もう自力で自力でいろんな人集めて、すごいバイタリティでクラブでこうちょっと夜歌うようになったりとか。事務所いないですよねその時は。いないだ、誰もいなくって、でクラブで歌ってるのを結果所属する事務所のなんか社長さん、映像の社長さんが見てて、うちに来ないって、うちでちょっとデモテープ撮ってみない、まだ決まってるかどうか決まるかどうか分かんないけど一回デモテープ撮ってみないっていうので、そこでデモテープ撮らせてもらったのがこう心に響いたみたいで、デビューに向かっていく。すごいですね。それが高校の生ですか。そう、それがね、高校生から大学生にかけて、17、18、19歳にデビューしてて、じゃあもう決まってからポンポンポンですね。決まってからポンポンポン、すごい早かった。その星をもう持ってるんですよ。だって一人で一からってなかなかですよね。しかもその時期ってそのオーディションからっていうその流れがトレンドの時期じゃないですか、どちらかというと。そうそうかもね。その時期に自力で我が道で行くっていうちょっとびっくりしました。すごい。大阪にいてたからなんかそういう、うん、なんかね、うん、あまりこうよく分かんなくて、みんなそんなもんなのかなと思ってたから、変にこうなんだろう、いろんな情報がないのがまた一生懸命できてよかったのかもしれない。なるほど。事務所にいなかったら無理だとか、うん、そういうのもなく、全然ない、がむしゃらにできたって。そう、それがでもそんなネットとかもね、うん、まだそんなに普及してない時代ですからね、うん、そう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 、だから、ね、本当に通っちゃうし、なんかライジングのオーディションとかも行ったりとかしてたし、なんか本当いろんな、 なんかところに行ってた。すごい。コンビニで売ってたデビューみたいな雑誌で、そうそう、本屋さんに行ってこう本であのオーディションの本を開いて、でそこの住所を見て、はい、でもテープ送ってみたいな、期間限定で募集してるじゃないですか、はい、何日までに締め切りみたいな、はい、それに間に合うように送って家の中で写真撮ってママちょっとオーディションの写真いるから1枚撮ってみたいな感じで、すっごい玄関の廊下でこうやって撮って、いやその熱量すごいですわ。いい話。だからいらないってそれ、常になんか睨みつける、私は何に対して睨んでんのでそれに目をつけた東京のスタッフが、コナー君がパラパラ踊ったらいいんじゃないのっていう発案をしてくれたので、これこの人が振り付けたらもうコギャル全員、ギャルを全員踊れるよ。ひまわりベーグルパンパンパン、3人井戸端スマイルモーニング、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。